東方暦230年。人々は長く混沌とした戦いの中にあった。自由討伐隊のパーティーに参加してほしいんです。自由討伐隊？そんなにおかしいですか？おかしいっていうか、気は確かか、お前。王都メリシアに現れた一人の青年、リオノート。彼が志すのは、自由意志で戦いに赴く傭兵部隊、自由討伐隊。何人ぐらいの部隊なんだ？今のところ二人だ。あんたらが加われば四人になる。四人？少なすぎでしょ。バリオンと呼ばれる一族に率いられたオーク、ゴブリンらの軍が人々が住む町や村を襲う。中流軍は何してやがんだ。やられっぱなしじゃねえか。村の北側で戦っている。ただ数が多くてな、防ぎきれない。長く続く戦いに翻弄されるもの。お前たちの助けなど不要だ。立ち去れ。僕はあなたを助けます。何を？そして傷を負った者、メルディナ。え、何？大丈夫、大丈夫だよ私。これより治安隊ごとの実践試験を行う。さあ、いくらでも相手はいるわよ、リオノート隊。このまま終わりそうにないですね。物語は東方の大国グナバントの王都メリシアンより始まる。